さあポールポジションはゼッケン44番チーム4長尾中村海斗2番グリッドゼッケン25フォーミュラブルマスタースピード鈴木めぐむ3番グリッドゼッケン13 SLT-RT& 向田一沙4番グリッドゼッケン96 SLT-RT チーム凡人大野博士5番グリッドゼッケン86シナジーリンクス宇都宮春人6番グリッドゼッケン40アッシュ大月素直以上トップ6となってさあ時間が間もなくスタートというところ7番グリッドゼッケン11番平井プロジェクトウィズアッシュ森川高光8番グリッドゼッケン29チーム長尾中尾正義9番グリッドゼッケン31バーサス RT ウィズコルサ黒川祐希10番グリッドゼッケン16チーム長尾佐藤心30秒前となりました。11番グリッド宮地健太郎12番グリッド越島さや13番グリッド久里美恵14番グリッド岸秀幸15番グリッド国重とは16番グリッド大井武史17番手スタート江崎昭彦18番手貝塚幸四郎19番手上田祐樹となって間もなくスタートです。19台決戦さあ行きましょう。勝負の時が来ました。全日本カップ選手権日地域シリーズ第4戦 FP3 クラスです。さあポールポジションは絶対に負けられない44番中村海斗です。琵琶湖大会優勝 APG 大会優勝第2戦の神戸ではまさかまさかのノーポイントでした。地元神戸で今回こそのリベンジマッチ中村海斗です。そして2番グリッドはゼッケン25番です鈴木めぐむです。昨年の FP ジュニアチャンピオン鈴木めぐむ今年は西地域で全日本 FP3 制覇を狙います。3番グリッド地元向田一沙がこれは全日本選手権初優勝のチャンス。そして大野博士も全日本初優勝のチャンスだ。4番手そして連続2位と来ています。宇都宮春人初優勝我にやりといったところなんじゃないでしょうか。そして大月素直が現在6番グリッドからさ神戸今年初登場の大月大躍進6番手7番手に YouTuber 森川選手8番手前回の SL 神戸優勝中尾正義9番手黒川10番手佐藤11番手宮地12番手越智久富岸国重大井江崎貝塚上田の順番となっています。シリーズ第4戦全日本 FP3 予選スタートしました。中村海斗トップタイミングのスタート1コーナー取っていってそして2番手続いていくのが向田一沙の3番手になっているのかどうでしょうか。さあどーっと向田一沙向田がインコース潜り込んでトップに出ました。向田一沙続いていったのがコーナー先頭は向田一沙2番手宇都宮3番手中村海斗そして森川が上がってきた4番手森川高道4番手ロケットラッシュそして大野博士さらに31番いっていますが黒川祐希となっています。先頭は地元向田一沙がトップで2番手宇都宮春人さあ連続2位と来ている宇都宮2番手そして中村海斗が潜り込んでくるかどうかインコース中村海斗がここはすぐ2番手を取り返しました。中村海斗が2番手3番手に宇都宮4番手モミック森川森川4番手5番手大野とスプラッシュが出ていますがその後ろ325番の鈴木めぐみが6番手7番手になっているのは31番の黒川祐希といった展開。さあ向田一沙渾身のスタート張り込んだ先頭はゼッケン番号13番の向田一沙2番手が中村3番手になっている宇都宮春人そして4番手森川5番手になっている大野6番手強音ともつれがあってキャッチミートになっているか大丈夫かこれは越井選手か54番の越井いいとこ走っていたんですがスピードになっています。さあここであと大野博士大野いった大野は森川を取られて4番手大野針の先頭入りするのイレイトルで企業も炸裂かインコースか森川ですか大野森川サイドバイサイドの4番手の選手か大野東大野が4番手5番手森川がもう一回レイトブレーキさあ大野の他も奪うようなレイトブレーキをしまして森川しかしもう一回大野もう一回大野地元大野がまた4番手取り返しました。5番手森川6番手に鈴木7番手に31番の黒川祐希8番手中尾正史となっています。さあ向田堂々のトップラン SL 神戸でもまだ優勝のない向田なんですが見事見事なトップランと言っていいでしょう。しかし中村海斗を追ってきました。地元の中の地元中村海斗今まで神戸で金カルという選手と三冠取っています。さあ中村海斗がさあ向田に追いついた去年の SL 神戸最終戦で3位争い一演じた2人の攻防向田を捉えるか中村海斗が決まって3番手宇都宮宇都宮春人部長が打ち残されておりましたが
泉春人、4番手大野、5番手に森川、そして6番手鈴木、7番手黒子、8番手中尾、9番手宮田と1個するが、しかし向川がトップ。さあ向川が今年も SL 頑張っていまして、ここは何としてもとの地元戦 SP3 初優勝、神戸初優勝、全日本大一番で取り切りたいところ。13番の向川、しかしやはりここは44番の中村海人です。今年は琵琶湖と APG 優勝、本当に春の神戸大会ノーポイント痛かったと思いますが、ここは1番抜き返したいところ。3番手薄見、4番手大野、5番手森川、6番手鈴木、7番手に7番手黒川、8番手宮地、9番手宮地、10番手海津が佐藤、大津国重、大井久富、さらに江崎、上田、岸、腰使って引っ越した中村海人、捉えた中村海人が一瞬の隙を突きましてトップになりました。向田2番手、3番手に宇都宮となっています。一瞬の隙を潜り込んでいきました中村海人。この2人は去年の SL 神戸最終戦で戦っていますので、お互いの手の内ちょっと分かってるんじゃないでしょうか。うまく捉えた中村海人、あっと宮地選手、宮地健太郎選手、イントロピットの勝負服、今押し掛けして復帰していきました。中村海人、ここは絶対に負けられないでしょう。春は本当に悔しい思いをしたと思います。中村海人が先頭で、2番手は向田一茶、3番手は宇都宮春人、4番手大野、5番手森川、6番手鈴木、7番手黒川、8番手中尾、9番手貝塚、10番手佐藤、11番手にさあここ攻めていきたいところですか。11番手大木、13番手苦重、13番手大井、14番手久富、15番手江崎、16番手上田、17番手岸、そして小敷宮津となっています。さあここも大接戦となっている19代決戦ですが、やはり抜け出した中村海人、ファーストストラップ、54秒1ここも競っている江崎、上田、その岸、さあ岸8ポイントが欲しいんですがちょっと遠いか、岸井隆起、さあインコース、江崎と岸が競り合っていますが、さあちょっと前は遠い、先頭は中村海人、残り11周回、やはり地元の中の地元、中村海人、堂々とトップランであります。2番手は向田一茶、こちらも地元、3番手は宇都宮、4番手になっている大野博士、5番手森川、さあ大野も表彰台のチャンス、大野も表彰台のチャンス、SLTRT 勢が躍進する、広島勢が躍進、2番手、4番手、5番手森川、そして6番手鈴木蓮はちょっとどうしよう、神戸。雨の神戸はなかなか走った空気がないと思いますが、現在6番手鈴木、7番手黒川、8番手に中尾正史、9番手海津、10番手佐藤、大月国重、大井久富、上田となっています。さあこの辺りまだまだね、長丁場なんですよね。全日本予選もポイントがつきます。中村海人、さあ今年は西地域からチャンピオンを目指したいところでしょうか。さあ後ろも競っていますが、ここを競っている31番が黒川祐希と、29番、こちら地元中尾正義ですが、前にいる黒川を捉えたいところ。残り10周回、早い中村海人、53秒596、2番手は向田一茶、3番手宇都宮、4番手大野、5番手森川、6番手鈴木となっています。7位が黒川、8位中尾、9位海津、大月、11位佐藤、12位国重、さあ大谷ちょっと苦しんでいます。13位14位佐藤、15位上田、16位江崎、17位岸、18位越志、19位宮地となっています。あと9周回です。さあ中村海人、やはりこの辺り盤石なレースっぷり、本当に春の神戸は何だったんでしょうか。まさかまさかのノーポイントでしたが、しかしこの夏の神戸では予選レースから堂々の力強い走りを見せています。キッズカデットを優勝でチャンピオンにこの神戸になっています。神戸ただ一人の三冠レーサー中村海人、ファーストストラップ、2番手向田、さあ内沢と一コース、森川いった、森川道路ですか。さあ大野は現在4番手、森川5番手、さあ YouTuber 森川、ここはインコース、大野は捉えたいところですか。さあ大野は現在4番手、森川高光、さあ切れています、森川現在5番手、6番手鈴木、さあどうか、7番手中尾、8番手黒川、9番手大月、10番手に海津が捉っています。11番手久美重、12番手佐藤、13番手大井武史、残り9勝、おっと森川がいったぞ、森川が大野を捉えた、森川が大野を捉えました。さあもみちゃん、森川が、さ
宇都宮ハルトを捉えれば今シーズン初の表彰台となりそうでしょうが、しかしもう一回大野、針の先端より鋭いと言われる大野、外から大野、内から森川ですが、森川4番手、大野5番手、そして6番手に鈴木となって、残り8周回あと半分、長丁場となっています。やはり全日本は長丁場、あとここで半分、ここで半分であります。さあ森川、森川対大野、森川高光4番手、大野広島5番手、だいぶ路面が乾いてきている。6番手鈴木、鈴木恵6番手、決勝はドライになるかもしれないぞ。ちょっと鈴木が失速しているところ、中尾真選手が来ている、中尾真選手が来ている。さあこちら地元、2週間前のエスル神戸でキャリア初優勝、中尾真選手が鈴木を攻めています。さあ後ろから来ているのが黒川、黒川は先2週間前のエスル神戸では止まっていってしまったんで頑張りどころです。さあ中村海斗、あと7周回、盤石の予選を見せています。2番手追走は向田一馬、3番手宇都宮、4番手森川、5番手大野、6番手鈴木、7番手中尾、8番手黒川、9番手大月。さあここで競っているのが、さあ25番の鈴木と中尾、29番の中尾。さあここは6番手並んでる選手、中尾がチャンスですが、鈴木が前、6番手は鈴木めぐむ、7番手中尾が正し、8番手黒川優となっています。さあここは25番の鈴木めぐむと29番の中尾正義、おっといった3番手の時どうだ、おっと伸びて森川、森川3番手に上がった、森川高光怒涛のような追い上げで3番手に上がってきました。さあ伸びちゃん、森川3番手、いやいつの間にやら宇都宮を捉えていました。さあ森川のスピードが止まらない、森川のスピードが止まらない。さあどうだ、これかなり来てるんじゃないでしょうか。森川3番手パステストラップ52秒台、森川ものすごい速さ、52秒台パステストラップ。さあ今度は向田に追いついている森川高光。さあカーブを決まってする男、やはりこのコンディションでハンドルが接近が冴えてきたんでしょうか。森川パステストラップ52秒台、3番手宇都宮、3番手が森川、4番手宇都宮、5番手大野、6番手鈴木、7番手中尾、8番手黒川、9番手大月、10番手海津となっています。いやーこのやはりカートを科学する男森川がさあ迫ってきた、今度は向田に迫ってきました。これも来てるんじゃないでしょうか。森川ものすごいペースだ、3番手から森川、これも追いついた、向田に追いついて、まだ5周ある、まだ5周あるぞ。トップは中村海斗、2番手さん森川、さあちょっとここはあえてタイヤをセーブしている、森川タイヤをセーブしています。今インコースを走りました、直線コース、タイヤをセーブして、やはりこの男すごい男であります。森川3番手、4番手宇都宮、5番手大野、6番手中尾、7番手鈴木となっていますし、8番手黒川、9番手大木、10番手貝塚、11番手栗介、12番手佐藤、13番手大井、14番手鈴木、15番手岸、さあ追いついた森川、追いついてきました、ものすごい手応え森川。さあこれは向かなちょっとしんどいか、タイヤのタイヤのセッティングで本当に変わるんです、このレインタイヤ。さあ森川、さあどうだ、ここは捉えそうな勢いだ、森川が最終コーナー。さあちょっと向かなかしんどくなっている、向かながインコースを出て、このクロスで、さあ森川ハンドルが切れる、森川2番手に上がってきました。森川高光ものすごい勢い、また52秒台。さあ現在ファーストストラップの中村海斗、いやさすがに中村のところまではまだまだ4秒ありますんでしんどいかなと思いますが、しかし森川がすごい2番手に上がってきました。森川高光、さあ予選でものすごい走りを見せています。一旦大野に抜かれて5番手発進なんですが、そこから3台抜き、2番手3番手向田、4番手宇都宮、5番手大野、6番手中尾、7番手鈴木、8番手に黒川、9番手大月、10番手に国重、11番手貝塚、佐藤、大井、岸、そして15位、16位が久富、17位江崎、18位上田、19位に宮城となって、残り3周回、中村海斗52秒4、2番手森川52秒6、森川も速いんですよね。ただまあ森川のことだったらこんだけリードを取られるんで、ここは抑えてタイヤセーブして決勝勝負というところでしょうか。いやカーボを科学する男森川高光2番手、
ものすごい接近する重さを見せまして、でもそれというのがすごい。2番手、3番手ルカダ、4番手に内海、5番手王の6番手中尾、7番手に王、7番手鈴木、8番手大月といった展開で、あと2周ですね、ちょっとばらけましたね、5戦というのが。さあ25番の鈴木めぐむと、さらに大月、さあ大月外、大月外からパブリックゲットコーナープレーですが、鈴木踏ん張っています。鈴木めぐむが現在のところ7番手、8番手大月、残り2周回、中村海斗ファーストストラップ52秒2、森川はあえてタイヤセーブしているところを見まして、3番手中野、4番手内海、5番手大野、6番手中尾、7番手鈴木、8番手大月、9番手黒川、10番手苦しげ、貝塚さんも大一騎士、少しでさらに後ろに立っているのがどうでしょうか。ファーストストラップ中村海斗52秒2、寄せつけないスピードを見せまして、ここ競っているのが25番のと、あるいは45番の大月の、そして後ろからこの辺りがポイントゲットできるかできないところでしょうか。9位までは確実にポイント取れます。最高線入った大月、大月8番手から7番手に上がってきて、さあ最終周回、中村海斗が独走でファイナルラップへ入ってきました。そして追走を担ったら懸命に追い上げて、森川高光3番手から4位のうちに5位王の、6位中尾、7位が大月、8位鈴木、9位黒川、10位藤重となっています。森川2番手、いや怒涛の追い上げ、森川向田が3番手というトップ3、宇都宮4番手、5番手王の6番手、中尾京都の方が6番手に上がってきました。さあ中村海斗、さあここで予選10ポイントゲットということです。さあ前回の神戸大会はノーポイントで悔しい思いをしましたが、まずは予選1位通過で10ポイントゲット。さあ今シーズンの3勝目に向かって最終コーナーを回って予選1位通過、これで決勝レース、ポールポジション、地元中村海斗が堂々貫禄の予選1位通過です。そして森川頑張りました、ものすごい走りを見せた森川が第2位、第3位向田、これは全日本で表彰台のチャンス、4位宇都宮、5位大野、6位中尾、7位大月、8位が黒川変わって9位が鈴木、10位国重、11位貝塚、12位佐藤、13位が岸、14位大井、15位越し、16位が久富、17位江崎、そして18位上田宮地という展開となりました。中村海斗です。いやまず春の神戸大会ノーポイントの悔しさ払拭できたか、予選1位通過。さ中村海斗にとって最後の疑問はこのベアリング検査も OK です。中村海斗予選1位通過、まず10ポイントゲット。